ガイン。うわ、ガイにね、ハッピーは。ごっつい。ほら。おお、いいね。これは成功やな。ニンニク。でかい。近所のおっちゃんのところからマムシをもらって、しかもさばいてももらったので、今からこうニンニクと油と塩コショウだけでちょっとマムシいただきたいと思います。一辺丸々入れます。はい、もらったマムシです。これ血ちょっと落とそうかな。もうちょっと美味しくで、せっかく食べるんだったら美味しくいただきたいので。うわ、骨硬いぞ。でよ、これ。はい。ちょっと出過ぎた。え、美味しそうなんだが。さっきおっちゃんのところでもらってきたマムシを塩コショウで味付けして油で揚げただけです。で、ついでにニンニクもちょっと入れてみました。食べてみます。いただきます。うん、お、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。あの鶏皮とちょっと雰囲気が違うけど、パリパリして、まあ身はあんまないが、うん、普通に美味しいです。これ骨、うん、美味しいです。これ臭はない。ちょっと独特の臭みというか風味でも、生臭さもでもないし、背骨まで全部食べれる、ちょっと不思議な風味。でも美味しい。これお酒のあてにも良さそう。ニンニク、ニンニクです。一回食べてみそう。なんか独特の風味があるけど、でもなんか需要競争っていう雰囲気なんかあるよな。ちょっと思ったより脂っこいな。
油で揚げた、油で揚げたけんな。どういうこと？この油。いや、わからん。これはマムシの油なんかどうかはわからん。うん、なんか思ってるも全然生臭くもないし、美味しく食べれます。塩コショウだけで味付けでいけます。今マムシ食べさせてもらって、すごく美味しいです。まあ、おっちゃんがたまたまマムシおるけんって言ってもらってきました。まあ、うちの家の周りも多分マムシ容器おるんで、また次見つけたらなんかカルパッチョとかなんか美味しそうな料理いっぱいできそうなので、作ってみようと思います。で、あとマムシの皮ですが、皮をちょっとこう広げて乾かしてこう貼ったら超強力な湿布になるそうなので、別にどこも凝ってないんですけど、ちょっと足の裏とかに貼ってみようと思います。マムシの皮をこの丸太に巻きつけて、こうやって皮を貼りました。で、これをそのまま冷蔵庫に入れて、で、おいおいシップにしたりとか、なんか財布に貼ってみたりとか、いろいろできると思うんで、ちょっと乾燥させたいと思います、冷蔵庫の中で。